大改造ポロスターズ歌声ビフォーアフター。今日俺ら大改造されるんだ。土壌が出てきてこんにちは、むっかやな、こっちゃん一緒に遊びましょう。わちゃわちゃホロスターズ、さあ本日も始まりました、わちゃわちゃホロスターズ。本日はこちらの企画をやっていきましょう。題して大改造ホロスターズ歌声ビフォーアフター。歌声ビフォーアフター、歌声ビフォーアフターよ、オーガちゃん。今回は今がビフォーでアフターがあるってこと？アフターができちゃうかもしれないってことよ。大改造なわけだから、今回大改造されちゃうんだ。今日俺ら大改造されるんだ。怖いんだけど。怖いな、ちょっとな。いやでも歌声っていう点ではあれだけどさ、まあ、うん、俺割とさ結構オーガの声というかやっぱ憧れるよね。やっぱオーガも結構やっぱ声に関して言われること多いでしょ。まあそうね、うん、声は確かに言われること多いけど、うん、低い声とか羨ましいと思うな。ただ歌になった時にこの声が、うん、まあ俺の声の出し方かな、はいはいはい、がそれに適してるかどうかっていうところが結構問題があったりして、ああまあそういうとこ難しい。歌い方とかにもね、とこにもなってくるかもしれないけど、そうそうそう。でなんかやっぱりね、合う歌合わない歌に関しては多分、あのロベちゃんと比べると、はいはい、あの極端に幅が狭まる気がしてる。ま、そうだよね、こう、うん、自分の声が低いとなるとね、自分に合った曲見つけからよね、本当ね。そうなのよ。まあそんな歌声に関して持っている我々が今日は大改造されてしまうということで、あらあら、はい、ということで本日はですね、うん、ゲストであり先生をお招きしております。先生、では早速お呼びいたしましょう。ボイストレーニングのプロ、早川直樹先生です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なかなかハードルがガチガチに上がった状態で、まあ、ボイストレーニング、ね、ボイストレーニングのプロって言われてます。大改造。え、ちなみになんですけれども、あの早川先生は普段どういう活動をされているんでしょうか？はい、私はですね、基本ボイストレーニングということで、はい、歌声もそうですし、あとは話し声ですね、はい、声優さんとか、うん、まあ、一般の方もそうなんですけれど、はい、うんうん、そういったところをですね、トレーニングするということで、はい、埼玉県の所沢市という、いきなりちょっとなんていうか現実感あふれる地名で申し訳ないんですけども、はいはい、所沢市を拠点に、はい、やってます。じゃあいろんな歌声だけでなく、やっぱりこう声優さんとかの喋り口調とかのところもやっぱ声にまつわるってことですよね。そうですね、声にまつわることは、うんうん、まあ、幅広くどういう風に喋ったらいいのとか、うんうんうん、音色はどういう風に出したらこんな音が出るのとか、そのところを幅広くやってます。まあ、声っていうのは我々にとってもすごく大事になるというか、我々も普段配信とかをしているので、歌声の話にはあったんですけど、やっぱ我々もね常日頃喋ってもいるわけでありますので、はい、その中で先生がなんだか事前に我々の声を聞いて、その声に合ったシチュエーションというものを考えてきてくださったそうで。考えたんですよ。考えたんですけど、結構ですね、はい、お二人とももうすでにかなりいい声されてらっしゃるので、はい、ここがぴったりっていうのはですね、ちょっと正直見つからなかったんです。見つからなかったんですけれども、はい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 、逆にお二人ともすごく個性的、はい、ロベルさんであればとても高音で高いところをパーンと出ますし、はいはいはい、でいろいろチャレンジされてらっしゃるじゃないですか。結構多岐にわたってはチャレンジさせてもらってますね。もういろいろチャレンジして、もう声もいろいろ出されてるので、はい、なのでもうその高いところと、あとはプラスで低音域をもうちょっと響きバーンと出たら、もう鬼に金棒なのかなと思います。なるほど、はいはいはい、確かに結構僕低い音域は結構苦手だったりするので、でも一方で僕の横にいる荒神オーガー中男はやっぱね、はい、持ち前の低い声がありますもんね。先生もう女性なら誰でも惚れてしまうような、ほんとそうなんですよ。低い低音、あのしかも響きますし、澄んだ音でもあるんですよね。オーガーさんの場合は、ね、あのビリビリビリっていう、なんていうでしょう、響きの音も倍音とかっていう、その響きの音もあるんですけれども、はい、プラスアルファで深い太い、そんな響きのある音も一緒に出てくるので、もう最高ですよ、はい、素晴らしい音だと思います。最高って言われてるよ。ありがとうございます。はい、ということでそんな中、まあ、歌声のねちょっとアドバイスもいただいたところで、ちょっと企画があるようですので、うんうん、そちらに参りましょうか。題して
セルフボイチェンカラオケ。おお、セルフボイチェン。セルフボイチェンカラオケ。こちら先生ちょっとどういうことかお伺いしてもいいですか。教えてください。はい、これはですね、はい、簡単に言えばちょっとしたゲームみたいなものです。ゲームみたいなものなんですけれども、誰もが知っている童謡。はい。いろんな童謡があるかと思うんですけれども、それのフレーズを歌っていっていただいて、その途中でこんな風に歌ってみてくださいみたいなちょっとしたお題を出させていただきます。ほう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 。はい。でそのお題のこんな風にっていうところにチャレンジしていただいて、いろんな声を出す感覚を、掴もうというのと、あとはもう、まあ、お二人には必要ないかもしれませんが、いろんな声を出す楽しみを知ってもらおうというような、そんな企画になってます。なので、ま、例えば、はい、ゾウさんあるじゃないですか、はい、あのゾウさん、はい、ゾウさんこのやつ、うんうんうん、これを例えばじゃあオペラ風でやってくださいみたいな、そうなった時に例えばですよ、このゾウさん、はい、ゾウさんをゾウさんゾウさんを花が長いのね。なるほど。おなるほど。例えばそんな風にちょっとやってみるってことですね。そうか、いろんな声をね出せた方がいいですもんね。まあ、うんうんうん、いろんな声の歌い方とか、はい、そういうの分かった方がいいですもんね、我々もね。そうね、挑戦していくことでね、もういろいろとやって楽しんでもらって、うん、いろいろ覚えましょうというような、そんな遊びでございます。まずは王が行きますか、ちょっと。はい、俺から王さん、いいよ、王行きますよ。はい、じゃあちょっと先生、ちょっとお題の曲をちょっと教えてもらってもいいですか。はい、オーガさんはですね、はい、こちら、はい、どんぐりコロコロ、どんぐりがコロコロどんぐりコロコロオーガさんのそのダンディーな渋いボイスをいろいろ使っていただいて、はい、どんぐりコロコロをいろんな感じに歌っていただこうと思います。わかりました恐れている恐れているオーガが、これ面白そう。わかんない、怖い、今バンジー飛ぶ前みたいな気持ちがどうなるかね、どうなるかっていうね、自分でもどうなるかわかんないっていう、やってみましょう、はい、はい。それではオーガさん行ってみましょう、ミュージックスタート。はい、あるのかな、あ、来た。まず普通に歌っていいのかな、これね。普通じゃない、これなんもないから、大丈夫ね。どんぐりコロコロどんぶりこ、お池にはまってさ大変、土壌が出てきてこんにちは、むっちゃやな、こっちゃん一緒に遊びにしようどんぶりコロコロ喜んでしばらく一緒に遊ぶなが、大丈夫か、泣いては土壌を困らせた素晴らしい、もうわけがわからん、これでだいぶすごいの飛んできたね今回ねどうでしたか先生、これまずいろいろありましたけれども、はい、いやもう最高です本当ですか、最高、やったぜ、最高が出ました。最後です、当然これは非常に難しいです、うん、あのもう当てる要素満々ですので、正直1回目はもうできなくても当たり前なんですが、その思い切り、あのアクセルの踏み方が尾形さんも最高です、完璧でした、よかった、あのバンジー飛んでる気持ちでやりました、うん、意気込みをねまずはね褒めてもらって完璧でした、はい、行きたい、まず、はい、オペラから行きましょう、はい、うん、じゃあですね、はい、ちょっと軽く、はい、まあ、レスみたいになっちゃいますけれども、はい、オペラの、まあ、コツ、まあ、僕はオペラの人間じゃないんで、あくまでオペラ風のコツです、風でね、はい、風のコツなんですけれども、中を非常に広くしたいんですね、口の中を、なので、うんうん、オーガさん、あくびをしてみましょうか、あら、あくびです、で、声をですね、ちょっとイメージになっちゃうんですけれども、はい、のどちんこのあたりにですね、声を当てるようなイメージを持ってみてほしいです、これ、おお、おお、おお、その調子です、その調子です。じゃあさらにさらに、はあ、このままため息のように、はあ、上に当てて出してみましょうか。はあ、いいですよ、はあ、いいですよ、完璧です。おお、すげえ。この中を広いまま響かせるように歌ってみるとちょっと変わってくるんじゃないかと思います、はい。土壌が出てきてこんにちは、ちょっと変わってる、すげえ、そういうことですか、ちょっと変わってる、なんかちょっとオペラ風じゃないですか、ちょっと風になった気がする、うん、風になった気するね、ちょっとね、うん、
いや素晴らしいです、素晴らしい、すぐに変わる、さすがです。次そのままアニソン言っちゃって大丈夫ですか。はい、はい、アニソンが全然ちょっと分かんなかった。アニソン風って何ってそもそも思ってしまったんですが、難しいですいや、うん、これもそうですね。当然アニソンって言ってもいろんなアニソンがあるので、はい、あくまでもイメージです。イメージで、その人のイメージでいいので、はい、はい、これがアニソンだよって意味ではないんですけれども、はい、ちょっとぽくなるということで言うとですね、言葉の子音ってご存知ですかね。母音と子音というふうにあるんですが、はいはいはい、ローマ字で書くと左側の方ですね、うん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 、はい、ここをちょっと息を強く出すとそれっぽくなったりします。どういうことだ例えばですね、はい、今のだと坊ちゃん一緒にのとこですね、はい、はい、ここ坊ちゃん一緒に遊びましょう、ほう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 、この分かります、これプッシュ感というか、はいはいはい、やると普通に坊ちゃん一緒に遊びましょう、これではなくて坊ちゃん一緒に遊びましょう、あーはい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 、ちょっと変わると思うんですね。確かになるほどなるほど、なんか朝のね、朝のなんか感じあるよね、なんかね、アニソンのねちょっとなんかその 朝感出ますよね、なんかね、なんか月日曜の朝とかというか、ちょっとね、なんか出ますね、確かにね、なるほどね、バトルモノ感を出したいので子音を強くバシッと当て、はいはい、なるほどな。これだって一番最後が難しい、デスメタル風ってありますよ先生。はい、これはですね、白状するとですね、僕ちょっとデスメタル専門じゃなくて分かんないんですよなるほどなるほど、分かんないです、分かんないんですけど、はい、5000年以上生きてらっしゃるオーガさんなら、うん、はい、いけるんじゃないかと。あーなるほどね、踏んでやれるんじゃないかと、荒神王がもうデスメタルというものを、ね、歌枠でデビルマン歌ってらっしゃいましたね、うん、あ歌ってましたね、あのデビルマンのちょっとしゃがれさせた感じ歌ってませんでした、ちょっと歪ませるような、はい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 、あのイメージを入れていったら、うん、ちょっとデスメタルにはならないかもしれないんですけれども、風にはね、あえて書くなるんじゃないかと、いい感じではありましたもんね、さっきもね。どう、うん、これ今先生から改めてのアドバイス受けたけど、どうですか、これ生かしてもう一回いけそうですか。もう一回やったんですねこれうん、まあ、やってみますよ、やってみますよ、もう一回いけそうです、はい、いきましょう、いきましょう、思いっきりいっちゃいましょうか、はい、オーガさんもう一度今のを踏まえていってみましょう、うん、どんぐりころころミュージックスタート。でも普通に歌うところを聞いてない気がする。アドバイス、どんぐりころころどんぶりこ、お池にはまってさ大変、土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう、どんぐりころころ喜んでしばらく一緒に遊んだが、やっぱりお山が恋しいと泣いては土壌を困らせた。おお、完璧じゃないですか。すげえ、すごいじゃないですか、大川さん。頑張りました。完璧に近いぐらい、さっきのが。必死に頑張りました。必死に。いや、素晴らしいと思います。本当ですか。だいぶ変わってると思いますよ。もう迷いは消えました、でも。迷いはね、なくなったよね。こうやればいいんだっていう自信になりましたんで。めちゃくちゃ。それもすごくやっぱり大事なポイントで、はい、なんだかこう分からないけど、なんとなくやってるのって一番こう、もやもやってしがちなんですよね。そうですね。なんですけど、まあ、今回は風なので、うん、あくまで風で大丈夫なんですが、うん、こういう風にやってみよう、バンってやってみると、まあ、うまくいくかどうか置いといたとしても指針がちゃんとしてるんで、うん、結構やりやすくなると思うんですね。そうですね。いや素晴らしいです、素晴らしいです。いや素晴らしい。大改造。大改造。いやでもできましたでしょう。でもこうなるとね、次は、まあ、ロブちゃん。まあそう、オーガがやったってことは俺もやるということよね、これはね、おそらくね。ねえ。ということで、まあ、続いて多分僕になるかとは思うんですけれども先生。大丈夫だよロブちゃん。うん、僕のお題曲ちょっと教えてもらってもいいですか、はい、ロベルさんはですね、はい、アルプス一万尺言っていただきたいと思います。アルプス一万尺、これを今のオーガみたいな感じでどんどん変えていかなきゃいけないってことですもんね、おそらく出てくるであろうやつに。どんなのが出てくるんだろうね。どんなのが出てくるんだろうね。怖いね。ね、いやでも結構ねアドリブ力試されるよ。なんでそういうなんか、ね、終わったからってやめてくれるあなた。あなた自分が終わったからってあんた。ようないであんた。
なお手並み拝見といこうか。 あなた始めるときは俺優しくしてたのに。くそー、でも頑張らせていただきます。ちょっと、はい、はい、ぜひぜひできると思います、はい、頑張ってください、はい、はい、では行きましょうか。ロベルさん、アルプス一万尺です、はい、ミュージックスタート。はい。アルプス一万尺、小槍の上でアルペン踊りを踊りましょう。ララ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 ラ。お花畑で昼寝をすれば、蝶々が飛んできてキスをする。みんな一緒に。ありがとう。ララ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 。一万尺にテント張れば星のランプに手が届く。ララ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 ラ。こんなこと自分で言うのもなんですけど、結構頑張ったと思うんですけど、先生どうでしたかこれ。いや最高です最高です。最高でしたか。最高ですよ。もう言うことないですロベルさん、完璧です。本当ですか。本当ですか。ちょっとまずあの先生、ロック風からちょっとお聞かせいただいてもいいですか、はい、これ。いや、あのもうライブの映像が思い浮かぶ。出てきましたか先生。あのコールアドレスも完璧ですね。あ、よかった。よかったです。もう僕が想定していないロック風を出していただいたので、もうあれは完璧だと思います。先生も意図しないものを出してしまいましたが、はい、あの発声って意味で言うと、これもですね、実はさっき、はい、大賀さんにやっていただいた、うん、アニソン風とちょっと同じようなイメージでやっていただくと、うん、はい、ロックの感じっていうのは少し出ると思います。つまり疾走感が出るんですね。なるほどなるほど、はいはい、はい、なのでさっきの子音をちょっと強くバシバシバシって入れていった感じ、うん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 、あれと、あともしできれば、はい、ちょっとだけ言葉の頭に歪みを入れると、歪み、あのちょっとしたガラッとした音ですよね。なので、はいはいはい、この今のだったら、このお花畑で、この辺をお花畑でちょっと入れる、はい、なるほどね。あ、なるほど。ちょっとだけこんな風に入れてみると、まあこれがロックかって言われると、はい、あくまで風なので許していただきたいんですが、うん、いろんなロックがあるので。そうですね、あくまで風のね、今回は風なので、そんな風にやっていくと、はい、このアルペン踊りをちょっとこう疾走感を入れてみる。あ、なるほど。ちょっとこう押していくといいですね。さっきのコールアンドレスポンスは完璧なので、はい、最後の、このラララララの後にちょっとシャウト入れてもいいかもしれないです、ロベルさんなら。おー、いけるんですか、ですか、ラララララうわあ、なるほどなるほど。試みとしてはいいですね、だいぶね。シャウトですか。入れてみるともしかしたら次のテンポ取れなくなっちゃうかもしれませんけれども、あの若干このヘイとかもちょっと入れてみると、はい、なるほど、いけると思います。じゃあ次ちょっと先生、演歌風のところはどうでしたか。演歌風は、はい、演歌風はあ、でもすごい特徴を途中捉えてらっしゃるなと思ったんですけれども、はい、あのこれも僕演歌の専門家じゃなくて風なので許していただきたいんですが、そうですね、あくまで風ですからね今回は。ちょっとさっき鼻にかけられてたじゃないですか。はいはいはい。結構そこら辺で、出てましたね。この鼻にちょっと入れていく感じと、はいはい、あとは演歌の、まあ、僕が思う醍醐味としてはやっぱりあの拳ですよね。拳ですよね。ビブラートはどうですか、はいはい、ロベルさんは得意ですか。でもあんまり僕ビブラート自体が得意ではないかもしれないです、僕結構。あ、じゃあちょうどいいのでチャレンジしてみましょう。はい、ぜひお願いします。このビブラート、まあ、拳で言うならば、うん、例えば、うん、このイエナクニニニニちょっと音程を上げ下げするイメージを持ってね、はいはい、ちょっとだけそんなことをやってみましょうか。じゃあ音程はもうどこでもいいので好きなところでイー出してもらって、それをイーちょっとこんな感じでやってみましょう。はい、わかりました。ちょっとじゃあ最初のところでやってみます、はい、どうぞ。
1万弱にみたいな感じなんですかね。いや OK です OK です、あの入り口はそれで OK なんですよ。はいはいはい、なるほど。入り口は全然それで OK で、それを早くできるかっていうところが早く、なるほど。そう、あこれ今のあなるほどなるほど、演歌はやっぱそこの鼻に引っ掛ければっぽくなる可能性があります。なるほど、演歌風にというところで。そう、この鼻にちょっと入れてた。あでもロベルさんはできるはずです。あのセミの鳴き声を思い出してください。先生一番人に見られたくないやつ見ましたね。思わぬところから僕が一番人に見られたくないものをピックアップしましたか先生。ロベルさんはあのセミの鳴き声素晴らしかったです。僕らちゃんとありがとうございます。作業用 BGM として聞かせていただきました。作業用 BGM。 なるほど、じゃあ遠隔はそこにちょっと注意をしてみるって感じなんですね。そうですね、そんな感じでぜひやってみてください。わかりました。ちょっと先生、はい、最後にこれが一番ちょっと難しかったと思うんですけど、ボカロ風にというところがあるんですけど、これは一体どういうことでしょうか。非常に難しいと思います。逆にですね、ボカロの良さでもあるポイント、人間と違う良さでもあるポイントとして、言ってしまえば抑揚がないという、はいはいはい、まっすぐした音です、はいはい、なので今まででどちらかというと、うんうんうん、さっき、マオガさんの時ここ開けてとか、はい、鼻の方に、さっきロベルさんぶつけてとか、ちょっとあの歪みを入れてとか、はい、こういったテクニックを入れていったんですけれども、はい、逆に何も入れないでください。もう何もう 無感情になると思う。言ってしまえばそういうイメージ。で、ね、人であることを捨てるんですね。なるほど、まずは人であることを捨ててください。アンドロイド、ボーカロイドロベルさんになってください。なるほど、わかりました。ロベルから一番ほど遠い場所の人ほど遠い場所にねいるかもしれない。確かに確かにそうですね。なるほどね。お花畑で昼寝をすれば、なるほど、感情というものすべて消し去っていくんですね。そうです、消し去って無理なってください。なるほど。ここまで俺拳入れたりシャウト入れたりしたのに、最後で無に返すんですね全てを。そうなんですよね、あの最後がまさかに盛り上がって盛り上がって無になるというですね、無になるという、なかなかチャレンジングな構成にはなっております。チャレンジングなジェットコースターにならないといけないんですね。じゃあちょっとミュージックスタートの台お願いしてもいいですか。ではロベルさん、はい、もう一回、はい、アルプス一番弱いってみましょう。ミュージックスタート、はい、このイントロおもろいねんなこいつ。アルプス一番弱小槍の上でアルペン踊りを踊りましょう。ラン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 ラお花畑で昼寝をすれば蝶々が飛んできてキスをする。 Hey! みんな一緒に。ララ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 ラ一万弱にテントを張れば石のランプに手が届く。ララ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 ラ。お花畑で昼寝をすれば可愛いあの子の夢を見る。ヘイランララ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 ランララ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 。先生どうでしたかこれ。どうでしたか先生。もうパーフェクトです。パーフェクトでしたか。パーフェクトです。構成最後ボカロ盛り下げて終わるってのはあれでしたね。そうですねこれね。気づいたら、気づいたら僕もなんて言うんでしょう、膝に手を当ててしまいですけれど、なんか合唱団のような形でまさかアルプス一万尺を歌うことになるとは。でもあの、はい、素晴らしかったんじゃないかと思います。あのこんな感じでいろいろチャレンジされることって普段は少ないかとは思うんですよ、うん、はいはいはい。なので、こんないろんなこの声の使い方とか言葉の使い方、響かせ方っていうのを、はい、あの知ってですね、まあ、どんぐりころころとか、うんうん、アルプス一万尺とかもうこんな何でもいいんです、うんうん、何でもいいので、はいはいはい、チャレンジしていただけると自分の引き出しっていうのはどん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 増えると思います。なるほど。まあやっぱそうですね、はい、当たり前の曲、こうみんなが知ってる結構な曲ですけど、なんかまあ、はい、やっぱ音楽って音を楽しむものですもんね先生やっぱりね、うんうんうん、
なんか、なんかこうこんな風に出してみたら面白いんじゃないかなとかのチャレンジ精神がやっぱ大事ってことですかね、こういうところにも。そうです、もうやっぱり、うん、あの音楽今すごくいいことをおっしゃっていただいて、やっぱり僕も楽しむのが、はい、もう一番大事だと思ってまして、はいはいはい、なので音楽って究極正解ってやっぱりないと思うんですね。もう正解っていうのがないので最高じゃないですか、はい、今のオーガさんのどんぐりコロコロとロベルさんのアルプス一番弱、はい、もう2人とも楽しまれてたと思います。僕も最高に楽しかったので、ある意味成長してると思うんですね。はい、めちゃくちゃ楽しかったです。なんかやってみて、なんか最初この何々風2が来た時はどうなることかと思ったんですけど最初は一体どうなっちゃうんだ我々みたいのがあったんですけど、すごく楽しめて、なんかそれでね、声の出し方とかも分かったんで、めちゃくちゃ楽しかったです。確かに、はい、なのでぜひぜひこんな感じで練習していただくと面白いので、これをもっともっとレベルを上げていくっていうのも楽しいかと思うんで、その時は所沢まで来てください。はい、分かりました。はい、ということで今回なんというか音の楽しさというか改めて知れました。なんか本当に今回教えていただきまして誠にありがとうございました。本当に、私も楽しかったです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。以上本日のゲスト早川先生でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでどうでしたか王が今日は。いや、なんかね、やっぱりなんとか風っていう風に意識をして歌うなんてことはあんまないじゃないですか。ないね、ないね、ね、うん、だからそれこそ演歌とかね、どんな風に歌ってるのかみたいな、そう細かいところを今までそんなに意識してなかったから、はいはい、こういう意識でねやるんだっていうのは分かると、それ風ができるから楽しいよね。じゃあそうね、なんかやっぱ楽しかったよね今日やってみて ね、 なんかね、楽しかった。なんかこういう感じのボイトレとかでもなんかやっぱ歌ってさ、結構ここの音が出ないんですとか結構あったりしたけど、うん、あるある、こういうなんか何々風にやってみましょうとか、新たなボイトレじゃないけど ね方法で面白かった。次こういう歌歌ってみたいなってなるもんね。ね、なんかね、だからそれこそオーガがね、アニソンを歌う日もデスメタルを歌う日ももしかしたら ね来るかもしれないし。でもロベちゃんのね、俺あの演歌好きだった、うん、あ、演歌よかった俺、うん、演歌風ちょっとやってほしい今度ちゃんと。俺もなんかね、この3つの中で一番手応えがあった演歌風にあれ意外といけるかもみたいな手応えがあったな。なんか今まで歌ってなかったけど、なんか多分合いそうみたいな、うん、そういう光が見えたね。そうね、なんか気づきを得たね、うん、我々今回新たな そうだね。なんかこういう風にね、我々また勉強していきたいね、こういう機会があったらね。そうね、また次回のわちゃわちゃホロスターズも楽しみにしていただければと思います。最後ね、あれで締めますよ。オーガさん分かりますか？ OK、 分かってます。はい、はい、それではね、今回もありがとうございました、うん、また次回のわちゃわちゃホロスターズもお楽しみに。せーの、おつスターズ。ほなねー、バイバイ。